これは、ん？これ、行ったのかな、これ。行った、これ。おはようございます。12月13日朝、9時半です。なあ、昨日ね、早稲田理念でね、ゴリラ人間のライブをやって、11時ぐらいは飲んだんかな、11時過ぎは飲んで、終電で帰ってきました、茅ヶ崎に。そしてこれですよ。最高だろ、マジで。ね、ほんとね、最高なんだよね。もうちょっとね、YouTube をね、今、なんだっけ、GoPro から、テスト配信していますんでね。これアーカイブ残すんで、ぜひ、生で見れない人は見てください。海しかない。ふるさとで海の広さを知りました。狭苦しい空の花の都で空の高さを知りました。もがき続けたこの世界で開き始めた夢の花をでかく咲かせるために。海しかないこの街に大好きな人と移り住みます。今日茅ヶ崎の朝は最高です。みんな茅ヶ崎に来るといいよ。しかないこの街で海の広さを思い出します。海しかないこの街から新しい人生を歌います。夢を見て波に揉まれ溺れかけても手繰り寄せた秘密基地へ続くこの道。空もでっかいこの街からもっともっと高い空を目指そう。最近のウィスパーよりもね、さらに2つキーを下げてみました。寝起きでも歌えるように。ふるさと捨てたあの日からどこに行くにも根なし草でも見つけたよ、もう一つのふるさと。海しかないこの街は繁盛で愛しかない人が笑う。海しかないこの街は愛しかない人が集う。海しかないこの街は愛しかない人が歌う。海しかないこの街は海しかないこの街は海しかないこの街は愛しかない人が歌う。ありがとう。しゃあ、パンコちゃん、パンコちゃん、パンコちゃん、おはよう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 。どうだ、このなんか、テンションのゆるさ、このチルさね、チルさ、結構気に入っとるんだけどね。なんかこのね、あの茅ヶ崎とかこうすごいチルいから、チルな雰囲気が出てるから、こうチルチルおじさんにならんようにね、気をつけんとなとか。ハンちゃんダメ、こらこら
ほら、ダメよ、ダメ。半次郎はね、小枝をね、ペロペロするんだよね。ダメです。ダメですよ。なんでこう、週に1回以上は、やっぱ絶叫のライブをやんなきゃなと思って。ね、ライブハウスまたは、ね、YouTube ライブとかで。半次郎、ダメって言ってる人だと、ダメだよ、ダメ、ダメ、ダメ、本当に。何？ねえ。それやってってね。まあ、YouTube ライブやったり、まあ、インスタやったりとかね、いろんなことやってかんと、本当にずっと海を見て一日が終わっちゃうんで、皆さんぜひね、こんなことやってとか、リクエストあったら、どしどし言って。ああ、接続失われた。なんだ？どうした？あ、来た、来た、戻った。戻ったかな？よし。じゃあ、とりあえずね、この GoPro YouTube ライブ、ゲストなんで、もう一曲歌って、一旦やめます。赤さたな浜やらは横向けば君が見えた。赤さたな浜やらは横で君が笑ってくれた。前だけ向いて歩いた。立ち止まるのが怖くて、同じスピードの中で友達選んでた。あいうえおとか聞くけこだけじゃ大切なものは見えんけれど、高さたな浜やらはふと横向いたら君が見えた。僕たちは生きとるんだ、その意味は知らんけれど、寂しくなんかないんだ。孤独は友達だもんね。肩で風切りすぎて、右の腕もなくした。あいうえおとか書きくけこだけじゃ大切なものは見えんけれど、赤さたな浜やらはふと横向いたら君が見えた。僕たちは生きとるんだ、その意味は知らんけれど、でした。ちゅうことでね、 YouTubeGoPro から YouTube へのテスト配信ということで、まあ、こっちの Wi-Fi を使って GoPro つなげて、これだから GoPro からのこれ映像なんだよね。まあ、そんなわけでどんな感じかなと思ってね。よいしょ。あ、接続失われた。どうやったら失く行くのかな。止まっちゃった？止まっちゃった？あ、また戻った。じゃ最後に、茅ヶ崎の海をね、江ノ島が遠くに見えて、ヘッドランド、ね、そして富士山が見えますか皆さん。
あんこでした。あんちゃんでした。こっちのあんちゃんでした。ちゅうことでね、どうやってやんだこれ。